さて、それでは今回はポルトシティへようこそということで、前回、オネストタウンというところで濡れ衣を着せられて、ロケット団と対戦するというようなことがありました。で、そこからこのセントシティまでちょっと飛ばしてる、ポルトシティまで飛ばしてるんですけど、この間は森がありました。めっちゃ難しかったです。マップ上で分かりにくい森というのがあって、どこに切れ目があるんだろうみたいなね、ちょっとフェイクをかけたようなステージだったんですけども、森をクリアしてきて、森の中でたくさんの、賭けレーサーたちとも対戦をし、レベルをだいぶ上げてきました。これでね、終盤でまだレベル26とかなんですよね。もうあと、ポルトシティを超え、モリソンタウンを超えたらもうパリスシティ大会会場ですよね。この段階で思ってるのは、まだ半分ぐらいなんじゃないかっていう不安。レベル的に。25で超え、ここまで来れるということは、ちょっと怖いかな。まだまだこう、パリスシティに行ってからも一波乱ありそうな感じがしますね。さあ、そしてこの街の中なんですけど、みんなちょっと順番に聞いて回ったんですけど、横島屋グループですね、社長エバータさんの家があるというのがここです。これがエバータさんの家で、で横にこの横島屋本店というのがあります。で、この下のこのおっちゃんかなが言ってましたけども、横島屋ってでかいだけで普通のショップと何も変わらないじゃないかということで、これはもうポケモンでもそうですよね。全く同じ中身は。まあでもお世話になってますけどね。これで、積みまくって、道化師の強さなんですけども、こちら、スピード57、スタミナ53、パワー75、落ち着き71ということで、ほぼ道化師に頼った構成という風になっております。これまたちょっと今からレースがあればね、まあレース以外することないんで、紹介できるかなと思います。それでは行きましょう。多分この中に入れば物語が進む。さあ、エバータ様がお待ちです。ということで、なぜか私呼ばれてます。2階へお急ぎください。この街に来た時からね、なんか声かけられてて、私だって歴史とした横島屋の社員よ、と言っても、ジュニア様に勉強を教えるのが私の仕事なの。ああ、いいですね。楽ですね。横島屋グループ社長エバータ様は奥にいらっしゃいます。ジュニア、あ、来た来た。やっぱりこの街に来たんだね。うちの父さんが待ってるよ。さあ僕についてきて。え、この人ってなんか敵対心持ってなかった？父さん、彼が造形くんだよ。僕が言った通り、とっても田舎臭いだろ？造形、あ、ケイちゃんやん。造形どうしてここに？ジュニア、田舎臭い二人が知り合いだなんて、これはすごい偶然だね。ちょっとごめん。田舎臭い感動の再会は手短に頼むよ。いや、手時間くれた。私も突然ここに呼ばれたの。なんだかお願いがあるんだって楽しみだね。楽しみだね。バータ社長、君たち二人をここに呼んだのは他でもない。横島屋のキャンペーンに協力してもらいたいのだ。イッシータウンのコンテストでグランプリになったケイちゃんと、評判の悪いサグミを懲らしめた造形くん。あ、これで名前が広まったんや。この二人が我がグループのキャンペーンに協力してくれれば、我がグループのイメージアップは間違いなし。なに、君たちはいろんな街に行って横島屋最高って言うだけでいいんだよ。どうだ、やってくれるか。ちょっと待ってね。ねえねえ、どうする、引き受ける、え、選べんの、え、どっちしよっかな。じゃあ、ちょっと真剣に考え、キャンペーンなんてやってたらベリーベストカップに間に合う、あ、忘れた。そうか。いや、でも、ちょっと真剣に考えた、え、でも、ね、こう昔のゲームってこうなんですよね。分岐しないんですよ。デトロイトってすごいと思う。私もそのつもり、でも断っても大丈夫なのかな。まあ、いっか、とりあえず行ってみよう。私も造形、お前はやるよ。今やろ。そういう仕事をしたくてコンテストを受けたんじゃないのか。だから言ったろ、こいつは絶対に断るやつだって。まあ、嫌なものはしょうがない。ただし、引き受けてくれるまで家には帰れないか。それでもいいか。ここから出られないの？
まあ、そういうことだ。そんな。最高やな、横島屋。わかりました。じゃあやるわ。キャンペーンなんて軽いもんよ。でも造形はベリーベストカップがあるから返してあげて。造形の分まで私が頑張るから。うわ、なんかな、俺こういう子嫌いやねんな。恩着せがましいよな。父さん、これでいいんじゃない？僕は造形なんかに手伝ってもらいたくないし、これがベストだと思うよ。あいついいやつやんな。よし、わかった。それじゃあ、ケイちゃんはキャンペーンの準備だ。造形くんは帰りなさい。ありがとうございます。ジュニア、君は一回でキャンペーンの準備。君にはもう用がないから帰ってもらう。ありがとうございました。本当に。君には断って欲しかったんだ。君の力を借りるなんてまっぴらごめんだからね。それじゃあさっさと帰ってよ。ここは君のような田舎臭いやつのいるところじゃないんでね。あ、ケイちゃん来たよ。話があるの。うわぁ。なんか言うぞ。このなんか、なんやろ、女子の話があるのは嫌。俺も嫌い。あなたには関係のない話を。ちょっと離れていてくれる。うわ、嫌だね。はいはい。いや、もうジュニアいいやつ。助けに来てくれるって信じてる。ほら、もう、何を求めても許されると思ってる。私だってキャンペーンなんてやりたくないもん。大丈夫だよね。助けに来てくれるよね。私待ってるよ。そろそろいいかな。それじゃあ頑張ってね。いや、お金が発生するんでしょ？何してんの？君はここから出ていくんだよ。お金が発生、あの女の子を連れ戻そうなんて考えずにまっすぐパリスシティに行くんだよ。まあ、こいつの優しさはあるでしょね。いいね。まっすぐ行こう。パリスシティに。どこやっけ？この、ここじゃね？おい。ここさえ通れれば可能性はあったパリスシティ。おっちゃんか。ここじゃ、ここじゃ。どこへ行くんじゃ？ケイちゃんとかいう女の子は助けないつもりか？いや、でもなんか自分で契約してましたよ、この人。はい。なんと、冷たい少年じゃの。などとわしが騙されると思ったか？坊やはそんな冷たい少年ではない。しかし、念には念を、統一、おい、大事、いや。サムエルソン、ちょっと聞いてくれ。サムエルソン。サムエルソン、何ですか、そのサムエルソンって。まあいいではないか。この少年は今から一人の女の子を助け出す。それまでお前はここで道を塞いでいろ。サムエルソン。この少年がその少女を置き去りにしてどこかへ行かないように見張っておれ。じゃあ頑張ってな。頼んだぞ。せっかく見つけたのにまた逃げられてしまった。サムエルソン。すみませんね。どいてあげたいのは山々なんですが、勘弁してください。そうやね。しゃあないよな。ちょっとだけ、俺か。聞いた話によると、この町には秘密があって、横島屋本店があるでしょ？さっきの。本店、で、別荘でしょ？あ、別荘、まあ、ここ、家。これは、社長の家ね。で、社長の家から少し歩いたところに、ここにどうやら、なんか地下道につながる何かがあるっていうのを聞いたんですけど、こいつがおって通られへんねんな。そうそう。でも彼はなんか本を持ってきてくれたらいいみたいなことは言ってるんよ。だから本を探すという作業が必要になってくるのかな。これね、エバータさんの家は別のところから繋がっている。もう一回行ってみるか。お、Kさんがここにいる間はあなただけは入れるなと言われています。申し訳ありませんがお引き取りください。おお、これどうすんのかな。一応ね、もう街中の人は聞いて回ったんですけど、あと可能性があるとした本かな。さあ、少し時間が空きましたというのは調べ物をしてたんです。なんとなくここまで、まあ、ここまで全く自力で攻略してきたんですけども、なんとなくここのステージ無理じゃないかなと思って、
なぜかというと、もうすでにこの町の住人全員に話しかけてるんです。で、おそらく、ケイちゃんを救い出すには、地下道を使って救い出さないといけない。で、地下道の見張りが持って欲しがってるのは、メガネか本。どちらかを欲しがっているなという情報はすでに持ってたんですけども、それがね、ネットで調べたんですよ。あ、ここ誰かおるの？違うな。違うな。ここじゃない。これか。これは見つけれんて。造形はコロコロコミックを拾ったと。これが今回の攻略の糸口と。いや、なんでわからんかっていうと、誰一人このことについて触れてないんですよ。社員寮のクローゼットにコロコロコミックが入っているなんて。むずだから全部調べながら歩かないといけないってことね。そんなことできる？クローゼットって今まで調べてきてほとんどなんもなかったんですよ。はい、どうぞ。おー、それはコロコロコミック、僕のために持ってきてくれたんだね。それじゃあ早速読ませてもらうよ。あ、しまった。メガネは家に置いているんだ。取りに行かなきゃ。これね、そのゲーム攻略の勘は鋭くなってないけど、時間かかるなっていう嗅覚だけは磨けてる気がするな。うん、なんかわからんけど、レースしようって言うてんやろ？もう、するわ。じゃあ、カットになるけどね。長いのよね。ちょっと公式戦以外はもう3ステージぐらいにしてほしい。あ、レベル上がった。ありがとうございます。ありがたい。この後、ね、横島屋の人たちとの多分対戦があるやろうから。何回目の洞窟？やばない？このゲーム、ほんまに。え、ほんまにすごい。お、入れた。造形。やっぱり来てくれたね。まあ。はい。さすが造形だよ。じゃあバレないように行きましょう。別にキャンペーンするだけでしょ。ありがとう。やっぱり来てくれたね。造形って頼りなさそうだけど、すっごく頼りになるんだね。それじゃあ行こっか。どこに行ってんのよ、もうバカね。そっちに行っちゃったらあの人たちに見つかっちゃって、今までの苦労が全部パーになっちゃうよ。いや、キャンペーンは普通に雇われてるだけやから、やれば、あ、でもそうか。なんか、スポンサーついたから言うて、あんまはしゃいでんのとかもあんま楽しくないもんな。ああいう配信な。これ本当に美味しいとかいう、ああいうのもな。何これ？デスゴンやって。欲しいけど、いけるかな？何こいつ、やばない。強さみたい。え、全然見た目ちゃうやん。横向きになった。あんなんなんの？わ、結構押さえてるな。しかも氷いけんねや。スピード51ってめちゃくちゃ速いし。でも、道化師に一瞬で溶かされてたなぁ。よ。お、一発や。すごい。なんか洞窟に慣れてきた。脱出成功。テンション高いけど、それはどうかな。お嬢ちゃん、勝手に帰っちゃダメでしょ？心優しいわしでもちょっと腹が立ったぞ。特にそこの田舎臭い男、僕は君が許せない。これって、そう、当時の子供泣けへんかったんかな？こんなにも文句言われなあかん？何度も何度も邪魔してさ、今度ばかりは僕だって、まあ、これに関しては俺もそう思ってる。だって別にこの女の子、キャンペーンで雇われただけでしょ？造形負けないで。おーっと。なるほど。今そんな流れやったん？
オッケーオッケーオッケー。これだけをしてきてるから、むしろもう今まで。瞬発力ね。次のコースを見て瞬時に判断して変えると。やつ。うわ、ストップかけられた。うまい。どう消していいかな。よし。こいつかっこいいな。早いね。ちょっとなんか、麻痺とかで、ドカンと落としとこうか。あ、ラッキーラッキー、つなぎ、このままいけた。この最後、着水、間際で、あ、まあ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 いいでしょう。え、早いって、普通にすごいな。めっちゃ競ってくる、どうしよう。なんかアイテム使うか。あんまり来るようなら、でもなんかちょっと差が開き始めた気がする。いけるかな？なんかちょっと差開いてきてない？大ちゃんこれダッシュ覚えたからもうめっちゃ早いのよ。もともと早いのに、キルにダッシュがつくって。これなんですか？誰ができるんですか？これ。何これ？火の輪くぐりでもないな。なんていうんやろな。のハードルを。あ、余裕です。ありがとうございます。あ、スーパーミドル級になった。何、ヘビー級とかが一番上なんかな。わ、誰もレベル上がる。2万円くれた。また負けた。お前なんて大嫌いだ。ちくしょう。ジュニア可愛いけどな。ジュニアに勝つなんて大したもんだな。しかし、わしには勝てないだろうよ。行くぞ。大丈夫、造形なら勝て。いや、もうええと思う。この女の子が間違ってると思う。一度受けちゃったんだからな。まあまあ、でも、そうやな。嫌やったら断ってもいいな、とからでも。ああ、俺も断るもんな。しょっちゅう断るもん。いや、まさかね。2000連続長いレースをそのまま撮影することになろう。うわわわわわ、光になるやつ。光になるやつ。それ何？テレポートとかいうやつ？誰がいけんねん、これ。ダッシュかな？おー、トルポンゾーでもいいやね。はいや、何あいつ。やっば。え、はいや。やばい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 。すごいすごいすごい。この今使ってるこちらのモンスターが相当速いの使ってるんで、出てきてる時点でやばい。やっぱ入れたのか。よし。これ実はまた撮影が一日空いておりまして、というのもですね、難しすぎて、まあ、人によってはそうじゃない方もおられるかもしれませんけども、私にとってはとても難しいこのゲーム。で、まあ、いよいよもってね、ちょっとこの撮影ほんと時間かかりすぎてるので、そう、他の撮影にも取り掛からないと、こう、なんて言うんですか？もう視聴数が10回とかなんで、さすがにやばいかと。いうことでですね、私は、まあ、寝起きで撮影しています。今日は、一日これやります。これやって、もうすごい赤線インコがもう喋り続けてる。一日これをやり、そして、もう、とどめを刺すんだと。私は終わらせるんだというモチベーションでこう挑んでおります。何よりもね、遊び尽くしてやろうというこの精神はある自分の中で。ここまでやっぱ面白いものを楽しませてもらえたんでね、最後まで駆け抜けたいなと。まあ、間違えた。これダメだ。気になってんのは、これ、まあ物語すごいしっかりしてるし、まあこうしてステージもいろんなステージがたくさんある中で、なぜ、まあもうほんま100万回ぐらい言ってきましたけど、
なんで洞窟入れたんやろ。こんなに洞窟いらんと思うねんけどな。十分話だけで、それぞれの街がもう隣同士でも面白いぐらいなのに。エバータ。こんなにすごい少年がいたなんて、君がいる限りはシラの野望はいつまでも達成されることはないだろう。やめだやめだ。全部のショップを買い占めてやろうなんて。え、いいやん。別にそんなイオングループがやってることじゃないの？セブンイレブンとかイオンが、イオンとセブンイレブンって今一緒？もうわからんもんね。だってほんま、何もかもが、だって阪神百貨店も阪急なんでしょ？もうやめだ。造形君もう二度と、いや、おじさんたちのやってることは別に悪くないよ。君を敵に回すことはしない。これからは仲良くやっていこう。なんでヨロズヤさん亡くなっちゃうの？造形ってモンスターレースの天才かもね。ベリーベストカップもうすぐだね。頑張って。造形ならきっと優勝できるよ。そんでベリーベストカップが終わったら二人で行く。選ぶ権利。それじゃあ頑張ってね。でも俺知ってんね。こう人気の女の子とか可愛い女の子って、もう全くタイプじゃなくて、もうやっぱ見てたら可愛く見えてくんね。これはもう私は知っている。こいつがなんで人気なんやろと。なんかね、だんだん見てるうちに、確かに、ええやつやなとか、可愛いなってなるから、近づかん方がいい。マジで。毒です。人気者の女子は毒です。おい、話終わったぞ。なんか、何やかんや雑談してる間に話終わってもらったらこれどうすんねん次。もう8年配信してて撮影してきた本数って、まあ動画として上がってるのは5000ぐらいですけど、まあ何万回で多分撮影し直したりとかね、喋ったりしてきてるんですけど、僕今すごいマイクに向かって喋ってて、こんなやり方やったっけ撮影って。なんかもっと自然になってた感じやねんけど、今なんかインタビュー受けてるみたいな感じでマイクに向かって喋ってるわ。朝一ってやばいな。変なテンションになるな。あ、違う、これミラクル店員そんな強くないね。あ、スタミナ上がる。これいいやん。これ以上動画持てますか？そうなんや。あ、まずきをちょっと。何がいらんかなぁ。網の手袋いらないっす。車輪のかけら、機械のかけら、このままでは意味がない。検問。あ、検問いいやんね。相手止めれるやつですね、試合中ね。お、お散歩セットって何それ？それ使おう。さあ、この栄養ドリンクでもう道化師をとにかく使いまくるんで、お、最大3上がった。でかいでかいでかい。最大3上がった。最大3上がった。もう道化師だけでいけるな。どうやって使える？あ、パワー上げれる。すごい。道化師のパワー1上がった。不屈のタスキ。あ、疾風もスピード上げれんねや。すごいすごい。あ、スピード3上がった。え、めっちゃいい。スピード3上がった。やった。持たせるとってことか。プロポンゾ、え、スタミナ30上がんの？不屈のタスキ。えぐ。え、やばない。道化師のスタミナやばない。もうすぐカンストするレベル29やのに。見た目がな、見た目変やし、レース中の姿が天丼マンやったっけ？あれに似てんねんな。さあ、攻略進めていきましょう。ちょっと次の街までまた、カットにしようかな。もう、この道のりは本当にもうお見せするには本当申し訳ないぐらいに地味です。大変です。なんかどんなんか気になるっていう人もしかしたらいるかもしれないんですけども、口頭で説明しますね。森か洞窟です。さあ、この街を出る。何もストーリーは進まずかな。別になしか。アリスシティはもうすぐ嘘つけ。知ってんねん。すぐじゃないねんって。まあでもね、もう半分ってあと二つぐらいで着くのは着くんですけど、アンプのベルトって強そうじゃない？
自信満々になる落札やり、とんでもなくパワーアップ。すごい。これちょっと誰かつけようや。スピードダウン。パワー、ピーペン。あ、ピーペンパワーアップ良くない？どうなんだろう。ピーペンパワー95。外の草原には、特技袋っていうアクセサリーが落ちてるんだ。一匹のモンスターが特技を2回も使え、すごい！めっちゃ欲しい。特技袋が草原に落ちている。ここを北に抜けるとモリソンタウン。そうでしょ、パリスシティじゃないじゃないか、あのババア。あのクソババア。いや、ちょっと待って、特技袋だけは欲しいです。それ売ってないんかな？来た、特技袋。この話、まあ、一瞬ね、ポンって音と共にこの画面に映ったかと思うんですけど、特技袋というのがあるよという話を聞いてから、そうですね、30分ほど、この中をうろうろしておりました。めっちゃ複雑に作ってる、もうあの、ゼルダ式ですよ。隣に道があんのに行かれへんみたいなね。このおっちゃん、スタートのおっちゃんの横にあったんや。いや、まあまあ、でも一応マップ上にいるレーサーたちは多分全部倒したかなと思ってます。駆けレーサーを倒してですね、結構驚いたんですけど、なんか端の方に追ってた、端の方に立ってたおっちゃんがって言おうとした、こいつね、めっちゃ強かった。全然なんとか団のボスより強い。っていうか今まで戦った中でもトップクラスに強かったな。なんかナスもらいました。ナスのキャラクター。あとちょっとモンスターはこの編集の都合上今回のこの動画の中で一番紹介できてないのがモンスターなんですけど、このモンスターを捕まえるシーンとかね、賭けレースでもらえてしまうから、基本的に取らずに進んでるんですけど、またね、図鑑の紹介のところはもう邪魔だな。またとして、特技袋を、持ち物を、使い切りにしてほしいんやけど、どっち？持ち物は嫌や、俺。あー、持ち物かー。いや、持ち物はねー、アップルポンズ、ウミュック、もう何も持ってへんねん。ここちょっとなんか持たせてもいいな。めっちゃ優秀で、このチャンプのベルトとか、マッハの鈴、福地のタスキってそれぞれプラス20とかつくんで、この辺外したくないんですよね。特技袋、とはいえ、どうしようかな。特技袋、いや、いらんな。ジャンプが得意になる。ガッツが、金。ポコッとスピードアップ。鉄ゲタ。この辺は最初に使ってたやつかな。武器袋。パスかな。じゃあ、モリソンタウンに行きたいと思います。ポルトシティから、南に住む、あ、そうね。ではね、またここのシーンはカットしたいと思います。今から1時間ほど楽しんでいきます。洞窟。終わった。最初の方こういう洞窟にしてくれたらよかったのに。ついにモリソンタウンまで来たぞ。この町の北の森を越えれば花の都パリスシティだ。もうすぐそこだ。行くぞ。うんしか言えへんねんな、もう一人の子は。なんか、何これ、ここはじゃあ何？おかしいね。確かこの辺りに草レース場の偉い人が住んどったはずなんじゃが。草レース場の偉い人って、どういうこと？ワクワクするぜ。だってもうすぐ世界一のモンスターレーサーが決まるんだぜ。私は王様が勝っちゃうような気がするな。これね、ドキッとするんですけど、僕関係ないらしいです。だって王様だよ。お金とか渡して負けてくれって頼んだりするんじゃないの？
確かに。そうじゃない？じゃあそうじゃない。私は世界中の草レース場を見守る男です。草レース場のコースレコードをすべて塗り替えたら私のところに来てくる。わあ、ここか。ちなみに草レース場は全部で45レース45コースあって、僕が制覇してんのは19コースらしいです。なんかそんな教えてくれるおじさんがいた。ここ来んのか、覚えときたいな。コースレコードね、多分できると思うね。私もベリーベストカップに出たかったが、どうも勝てる気がせんのでの。やはりランクを上げんといかんのかの。あ、ランク上げね。いや、関係ない。ランクっていまいち意味わからんし。何？スイーピー？え？あ！え？羽じゃない。ほうきや。すごいすごい。え、しかも速いスピード。わあ、え、まあでも、特技は飛行ってなんすか。え、どんな地形でも得意になるって、地形パスできるってこと？え、地形パスできるスイーピーを強化して、で、特技袋をつけたら、やばない？そういうことじゃないですか。なんかわからんときスイーピーにして、特技袋を使ったら、どうしよう。夢あるな、スイーピー。スイーピー46入れていく。自分で動けることが自慢の魔法のほうき。人に使われるとプライドが傷つく。スイーピーでウミュックが、まあ似たような能力かな。似たようなもんですよね。ウミュックも今水でしか使ってないね。これで道具で特技袋をスイーピーにつけたらちょっと楽しみかな。何それ、知らん。闇レースやって、なかなか手に入らないものをかけてみんなでレースするの、もちろん参加できる人は限られてるわ。なんやろそれ。どれぐらいのレベルなんやろ、手に入らないっていうのは。西に行って北に行けばパリスシティです。え？ああ、そういう意味な。ここを北に行けばってさっき言われたのになぁと思ったけど。え、この空間何？謎。誰こいつ？レジャックやって。ちょっとここに来てかっこいい。スピードもある。スピードもめっちゃ速い。あ、氷か。氷は間に合ってんねんな。うわ、この先は闇レースに出る人しか通せないサンバ。君は出る人じゃないから通せないサンバ。うわぁ、闇レースかぁ。この街何も起きひんぞ。どういうことや？行くんか、このまま。あ、なんかおる。ようこそパリス。どういうこと？ここまで全部の街で何かが起きてきたのに、今のモリソンタウンやったっけ？あそこだけ何もないし、一瞬でパリスシティ。ここは王様の住む宮殿だけで一つの街なのよ。ん？何言うた今。ベリーベストカップに出たいって人が多すぎたから、推薦状を持ってる人しか参加できないようにしたんだって。あー、俺見えたかも。推薦状を闇レースで取るんじゃない？
してたりして、シップ、あ、これ使える？ほら、足が速くなるやって。でも、どう消し、です。一択ですよ。うわ、なんか急にファミコン感ある城。で、戦場って、町長さんくらいの偉い人が書くんだってさ。俺そんな偉い友達なんていないから書いてもらえないよ。町長？誰がおるかな。ここは王様の住むパリス宮殿でございます。ここは王様の住む、これいけるか？いけない。ベリベソカブ参加ご希望。はい。で、戦場を持ってないので帰ってください。はい。王様はしょっちゅう宮殿を抜け出しては町に繰り出される。いつまでも子供のようなお人じゃよ。おー、バカ殿と一緒や。こんな立派な宮殿でもモンスターを捕まえる場所はちゃんとあるサンバ。さすがモンスターレースが好きな王様サンバ。推薦状がないと診察しませんみたいな紹介状か。あのシステムなんか怖いやんね。あ、グリーンハーブ。グリーンハーブどうしよっかなぁ。これと落ち着きを上げれるんですよ、確かね。落ち着きも同化し十分上がってるから、一回考えよう。あ、進んだ、よかった。テレーサー。よかった、追いついた。推薦状がないとベリーベストパッパッタッツ、さすが参加できないでしょ？でも大丈夫よ。どんどんシティの町長さんがあなたのために推薦状を書いてくれたわ。町長さんは今旅で疲れちゃって、この町の休憩所で休憩してるの。さあ、取りに行きましょう。テレサ。テレサがいいです。そういうこと。やってくれるって素敵。やってっていうやつよりもやってくれるやつの方が圧倒的にいい。マジで。ねえ。テレサどこ行った？休憩所って何？テレサ、そんなんないよこの街に。休憩所、あ、ここや、休憩所。町長さんは奥にいるわ。お前マジテレサ、お前いいね。町長、造形くん推薦状は受け取ってくれたかい？え、さっき君のおじさんのシュンさんができて造形くんに渡しておくと言っておったぞ。もらってないわ。何？あ、一応さぐみの旬よ。さぐみの旬。どうしよう、町長まだそう遠くへは行ってないはずだ。いや、いい、2枚目かけって。実に何でもいいから2枚目をかけ。あれでしょ、なんか1万円、5000円か1万円か取るんでしょ。そのあたりを探せば見つかるかもしれんぞ。そうね、造形すぐに探しに行った方がいいわ。書けばいい。え、なんて、そのあたりを探せばいい。そのあたりを探せばいいって何？お、来た。タグミのシュンを探しに行くんだろ。シュンならセントシティにある自分の家に帰っちまったぜ。セントシティまで戻んの？推薦状横取りされるなんてお前もとことんついてねえな。ベリーベストカップが始まるまであと少し時間がある。急いで取りに行かねえ、間に合うんじゃねえか。俺はバッチリ推薦状持ってるからゆっくり宮殿の中でも見させてもらうよ。え、嫌です。チュンテシトの居場所が分かったの？よかった、本当か。え、居場所が分かったのか。はい、よかった。これでなんとかなりそうじゃ。君のような才能のあるモンスターレーサーにはぜひベリーベストカップに出てほしい。そう思ってわしは推薦状を書いたんじゃ。頑張って取り戻してくれ。私が町長さんにお願いしたの。造形はきっとベリーベストカップに入れるのに推薦状が必要だなんて知らないと思ったの。だから町長さんにお願いして書いてもらったの。町長さんも喜んで書いてくれたわ。みんな期待してるのよ。頑張ってちょうだい。え、俺セイントシティまで戻んの嫌です。戻るんですね。わかりました。ちょっと撮影を止めます。いいかも、行くか。
なんか方法ないの？アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、古典の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。